この度はご愁傷様でした。葬式ぐらい来いよ、親子もんが。社会性のない兄弟3人、私以外相続とか理解できないしさ。まあまあ寝るか。あ、引きこもってろ。あのさ、この家売ろうよ。年内にローン落ちってことで、今回のために売るわけじゃないっすよね。寝てるうちになくなるかもね、この家。どうしてそんな人の気持ち踏みにじれんの。まあここで戦わないと一生戦えないぞ。何をしたかったのか、もう思い出せなくなっていた。